ールボールときます。これで3人続けてボールボールです。これはやはりちょっとこうピンチとかそういう精神状態もあるんでしょうか。ありますね。特にこのイニングを抑えれば勝ち投手の権利が発生するわけですからね、まあ、そういう風なメンタル的な部分もあると思いますね。三塁後方ヘルマン、お、取ったか。取っていました。スリーアウトです。結局5回の裏ランナー二塁一塁という大きなチャンスをまず作ったんですが結局無得点、3対0は変わっていません。